どうも。どうも。11月に入って3連休、まず初日に鶴見の方に青物を狙いに行ってきました。2日目は大分市の坂の市の一文字に、よっくんと行ってきました。2度の当たりがあったんですが、見事にホゲ坊主を食らいました。で、今日3日目、由美さんと鶴見の方にもう一度青物狙いに行ってきましたね。とても風に、翻弄された、この3日間でした、台風が続いてきて、でその後の爆風、週末アングラにはとても厳しい状態でしたが、とりあえず今の海はこんな状態ですっていう動画を上げてみました。どうぞご覧ください。どうぞ。
ナメチ。